右の図で長方形 ABCD と長方形 EFCG は合同な四角形で、点 F は長方形 ABCD の対角線 AC 上にあります。この時、次の角等位に答えなさい。括弧1、角 BAF イコール50度の時、角 BFC の大きさを求めなさい。BAF、ここで青く50と書いたのは分かっております。求めるところは角の BFC。四角形 ABCD と四角形 EFCG は合同ですので、BC の長さと FC の長さは同じです。したがって三角形の FBC は、C を頂角とするところの二等辺三角形です。ABC、角 ABC が90度ですので、角の BCA は40度となります。180から頂角の40度を引いて、それを半分にしたもの、したがって70度、角 BFC は70度となれば正解です。括弧2、三角形 AFB と三角形 AFD の面積が等しいことを次のように証明しました。四角 A に当てはまる式を、四角 E に当てはまる線分をそれぞれ書きなさい。AFB というのと AFD の面積ですね。これは長方形 ABCD の対角線からそれぞれ B と D の頂点に行っている三角形の面積です。三角形 AFB の面積を出す際に AF を底辺とした場合には高さはこの直角の BP となります。そして同じく三角形の AFD の面積を求めるには AF を底辺とした場合には DQ がそれに該当します。BP と DQ の長さが等しいということをここでは証明しています。三角形 ABP と三角形の CDQ においてということで、直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれに等しいから三角形 ABP 合同三角形 CDQ となりますので、したがって答えの四角 A のところは BP と DQ の長さが等しいが丸4になります。ここで三角形 AFB と三角形 AFD において底辺を線分 AF が E となります。と見ると、底辺の長さが等しく丸4より高さが等しいから三角形 AFB と三角形 AFD の面積が等しいとなります。括弧3、四角形 FBGD の面積が25平方センチメートル、三角形 CDF の面積が16平方センチメートル、三角形 DEG の面積が4平方センチメートルとき、三角形 DEF の面積を求めなさい。三角形 DEF、この面積を最終的に求めます。ポイントは2つあります。まずはですね、四角形 ABCD、ABCD と四角形の EFCG の面積が40平方センチメートルであるということ。もう一つはですね、三角形の、FBR と GRC は面積が同じで9平方センチメートルであるということですね。で、一つずつやってみましょう。まず、ABCD の面積が40平方センチメートルっていうのは、この場合、四角形の EFCG の内部に D という点を取ってますけども、平行四辺形の内部に1点を取って、その四隅、頂点から ED と FD と CG と GD を結んだところでできる三角形4つあります。三角形の EFD と FCD と CGD と GED です。隣り合わない三角形ですね。この場合で言いますと三角形の GED と三角形の FCD を足したのは、全体の面積の半分になります。なぜならば底辺を FC、EG とした場合、高さは QD と CG から残りが相対するところの三角形の高さになりますので、足すとちょうど底辺かける高さ割る2で面積が半分。ということはですね、この問題文の三角形の CDF が16、C、DF が16で、それと、DEG が4ですので、相対する、隣れない三角形の面積16と4を足した20平方センチメートルの倍が四角形 ABCD の面積であり、四角形 EFCG の面積です。今度は三角形の FBR と GRC の面積が同じということを示したいためにですね、三角形の ABC と三角形の GC、
F というこれが合同であることを示します。AB、各 ABC と GCA は、お互い90度で、隣の辺の長さが等しいので、三角形 ABC 合同三角形 GCF、2辺とその間の角がそれぞれ等しいとなりますね。そうしますと、角のですね、BCA というのと、角の GFC は錯角が等しい。FG と BC が平行だということは、FG を例えば三角形の底辺にした場合に B に行っても、FG から C に行っても面積は同じだということですね。そうしますと、FGB と面積イコール GFC と GFB イコール GFC という場合に共通のところ GFR がこれ共通ですので、同じ面積から共通な三角形の GFR を取った残り FBR というのと三角形の GRC の面積は同じということになります。そうしますとですね、四角形 FBGD の面積が25、FBGD は DFCG の方に置き換えても面積同じですね。四角形 GFCG の中には、問題文に与えている三角形の CDF が16平方センチメートルが含まれてますので、この25平方センチメートル、四角形の DFCG から三角形の CDF16 を引いた残り三角形の DCG は25-16の9平方センチメートルとなります。それではいよいよですね、最後の答えなんですけども、三角形の DEF の面積は四角形 EFCG のこの40平方センチメートルから残りの三角形、CDF16 と今求めた三角形の DCG9 平方センチメートルと問題文に与えられてます三角形の DEG の4を足したのを引けばよろしいということで、11平方センチメートルとなれば正解です。